おたかぶー。じゃあ続き言ってもらいます。はい、お願いします。はい、なんだっけ。はい、投資と投機があるじゃないですか。はいはい。投資は長期的で、うん、業績から株価の予想をする。はいはい。うん、投機は短期的で、業績は無視してギャンブル性が高い。はいはい。りょうさんは一応短期的じゃないですか。はんはん。短期的で勉強されてるから、うんうん、りょうさんは何なんだろうって思って。うん、ああ。投資なのか。これね、言葉の定義は、まあ、その何かの本で読んだかもしれないけど、人によって違うんで難しいんですけど、ね、だから、うん、トレードを投機っていう人もいるし、うん、投資っていう人もいるし、まあ、みたいな。辞書的な解釈すると、投資っていうのは計算に基づいてちゃんとやっていくもの、うん、で投機っていうのはもう言ってた通りギャンブルですね。だから勝ち負けはもう運次第、うんうん、でも投資、あ、僕がやってる株の、まあ、投資か投資ってトレードっていうのは投資なんで、うん、ちゃんと計算に基づいて、うん、やってるんで、ギャンブル性とかそういう運とかは左右されないんですよ。だちゃんとした仕事なんです。うんうんうん、ってこと。たまにギャンブルでやるとかもないですか。投資で、うん、ないないない。へー。全部計算に基づいて、ルールに基づいてやってる。うんうん、プロだからね。そうそう、そういうことですね。仕事やからね。まあ言うたらギャンブラーもプロはギャンブルじゃないやん。うん、うん、まあそうやな。ギャンブルとして楽しみを求めてギャンブルしてるんじゃない。うん、稼ぐためにやってるから、うん、そういう感じよね。だ投資と投機どう違うかはもう全然どうでもいいと思う、考えなくて、うんうん、自分が本当にちゃんと計算に基づいてルールに基づいて勉強したことに基づいてやってるか、うん、もう昔の長渕さんみたいにもう行ったれみたいな感じやるかでも違いなだけで、うんうん、投資だったよ自分の中ではね。じゃあまあ、じゃあ後から考えてみたら投機ですわ。投機というか、うんうん、まあまあ、ギャンブルですわ。ね、うん、上半の、ね、うん、ってことですね。だから全然もうどっち考えなくていいです。うんうん、アリさんがやるのは投資なんで、うんうん、はい、はい、多分その人はテクニカル的なやつとファンダメンタル的なその分け方をしてたように思ってるね、うん、今言葉の定義で、うん、それなんかの本で読んだやつ、はい、その本はもう絶対ダメだ何のこっちゃ意味分かってないから、うん、その人は自分で投資してない人ですね。うん、燃やしましょう。はい、帰ってすぐ燃やしましょう。燃やしましょう。はい。はい。じゃあ、りょうさんは、うん、一つの株平均どれぐらい持っとくんですか。あ、どれぐらいの期間。基本的に決まりないよ。だって買って上がり続けてるかぎりずっと持ってるのがとこでしょ、うん、だから上がるのが、まあ、こう上がっていってだん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 緩やかになっていく、まあ、基本的に言ったらね、緩やかになっていくんで落ちそうになったら売るみたいな。だからまあ別に何日間で縛ってるとかはなくて、まあ、でも大体平均すると1週間ぐらいですね。が多いです。うん、で平均何個持ってるの。それももう本当その時で、チャンスがある株がいっぱいあれば、いっぺんに10個ポジション持つ時もあれば、うん、今日は全然どのチャート的に、あ、上がりそうに銘柄あんまり見つからなかったらない時もあれば、1個の時もあれば2個の時もあるしっていう感じですね。なるほどね。うん、うんうんうん、その資金の何パーセントぐらいを常に動かしてる感じですか。資金全資金の何パーセントぐらいを常に稼働させてる感じですか。ああ、口座資金の、うんうん、でもそれもだから、あの銘柄チャンスがあればいっぱいあるし、うん、ない時は動いてないこと。でもまあ 100% 行くことはないでしょ。100全資金で買うってこと。うんうん、あ、計算的、あ、これもすごい、そこね、一番大事ですごい難しいんで、うん、まあ、もうちょっとざっくり話せるかな。うん、聞いてみたった。資金の何パーセント、でも全資金で買うことは全然悪いことじゃなくて、何パーセントリスクにさらすかのが大事なんで、うんうん、だからまあ、すごい、ここはもう本当にプロ的な話になるけど、うん、だから別に そんなにこだわりはない。こだわりはないっていうか、うん、そこは大重要視してないですね。うん、じゃあもう、まあ、100万あって、うん、100万
何か売買してるっていうポジションを持ってる状態にするっていうこともあるんだ。それはまあかなりハイリスクやけど、最初のうちはそうしないと稼げないから、うん、最初のうちはもちろんそんな感じでずっとリスクはかなり多めとってましたね、うんうんうん、今もう投資資金があるからそこまでリスクかけなくても稼げるんで、うん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 、全然稼げあげないですね。だから例えば、まあ、例えば毎月100万稼ぎたかったとしたら、うん、1000万しかなかったら 10% 稼がなかった、うんうんうん、1億円やったら 1% でいいわけ、うんうん、10億円やったら 0.1% でいいわけ、うんうん、ってなるから、うん、その感じでリスクにさらすアップは基礎金が増えるほどちっちゃくしていても全然問題ない、うんうんうん、そうですね、そういうことです。そりゃそうや、うん、そんなこと聞きたいんじゃなくて、え、何やってたかったでもまあ言うたらその資金管理的なところをバッチリマスターすれば相当近づく感じ、うん、そこがもう本当にテクニックで言うと一番大事、肝なんだよこれ、うん、肝やっぱりそう、うん、あのいわゆる仕掛けどのタイミングに買うか、うん、利食いいつ利益確定するか、うん、損切りどの辺で損切りするかなんていうのは全然重要じゃない、うんうん、もうこんなぐらい、うん、どんな気分のこんなやろこんな気分のこんなやろこんなけやで、まあ、いわゆるし、まあ、一般的なことは資金管理で自分の投資口座にあるお金の何パーセントをリスクにさらすのが一番ベストかっていうのが本当に大事です。そこのちょっと奥義を教えてもらえませんかね。だからそこを語り出すとすごい長くなるんでそこはまあ本編でちゃんとやりたいですね。本編でいきますか。うん、小田株じゃ無理だ。これ面白いゲームがあってそれをすればすぐ分かる。そうなの、うん、それはちょっとまたこの4人かなんかやりたいですね。お、やろうやろう、うんうんうん、そうそう、そんな感じですね。 OK、うん、もうここからは長くなりそうなんで次行こうかな。はい、はい、ここからつながるんですけど、はい、もう本当に始める初歩の時はいくら用意してたらいいんですか、うん、あ、よくある質問ですね。